段階を考えろ。はい、こんにちは、レトスの小野です。今回なんですけども、まあ、問題を解いていたりテキストを読んだりして、あ、全くわかんないってなった時の、まあ、対処法の一つをね、お伝えしたいと思います。まあ、一つはもう飛ばしちゃうっていうね、方法あります。その分野だけちょっと飛ばしちゃって次の分野から始めるっていう方法あるんですけども、今回もう一つの方法、段階を考えるっていう方法をね、お伝えしたいと思います。この方法っていうのは実際私が大学受験をするときに、私の恩師、その時の恩師だった方から教えてもらった、考え方なんですね。大きな壁、宅建合格ってなってくると比較的ね、大きな壁ですよね。その大きな壁をいきなり一発で飛び越えるっていうのはまず無理なんですよ。だから細かいステップを考えて、それを一つ一つこなしていきましょう。そしたら大きな壁でも越えることができますよね、っていうような、考え方なんですね。それを実際宅建試験に落とし込むとこんな感じになります。はじめにね、権利関係から勉強すると言うと、一番最初に制限行為能力者とかね、意思表示とかこう出てくるわけですよ。で、はじめのね、このあたりは、いけるかもしれない。でも、ここもね、いけなくて、あ、もうわかんないから投げ出しちゃう。って方も、やっぱり実際いるわけですよ。もうちょっと行って、保証人だったりとか、抵当権とか、弁済とか、総裁とか、このあたりでつまずく方も非常に多いです。こういった時に、細かい階段を作るっていう方法があるんですね。段階を考えるっていうのは、そういうことなんですよ。初めにね、目標としては制限行為能力者を勉強しよう。これもね、そんなに大きな壁ではないです。大きな壁ではない。だから、これを超えることができる方は意外といます。ただ、それでも超えれない方もやっぱいるわけですよ。そういった時にちっちゃい階段を作りましょうっていう話なんですね。人によって大きな壁、ちっちゃな壁って違うんでね。だから自分にとってちっちゃい壁にしていくっていう話なんですよ。まずはじゃあ未成年者から勉強しよう。だから今日の目標とか1週間の目標を立てるときに、いきなり制限行為能力者ってバーンと大きな壁を作るんじゃなくて、あ、それ難しいなと思ったら、じゃあ未成年者から勉強しよう、今週はじゃあ未成年者をちゃんと勉強しようっていう風に、未成年者に焦点を絞って勉強する。で、あ、未成年者よく分かったと、じゃあ次行こう。じゃあ次は成年被行権人。なんだ成年被行権人って。って始められますよね。で、じゃあそれを調べて、ああ、そういうことなのか。で、また一つ段階を突破していくわけですよ。そしたら、初めは制限行為能力者って言って、全く意味不明なものだったけれども、段階をこうね、作る、ちっちゃな階段を作ることによって、ここを超えることができるわけですよ。で、同じように意思表示もできなかったとしても、ね、初めは全然分かんなかった。もう詐欺やら脅迫やら、錯誤やら、心理療法やら、通報虚偽報酬やら、いっぱいあるわけですよ。なんだこれと。なったとしても、一つ一つクリアにしていくってことなんですね。錯誤のところってすごく、内容的には実は難しいんで、後で飛ばしてもらってもいいんですけども、内容的にはね、動機の錯誤と要素の錯誤って分かれてますよね。これについても難しいから、じゃあ今日は、要素の錯誤だけ勉強しようと。言ったところね。じゃあ次は道義の策に勉強しよう。っていうふうに段階を考えて、それを一つの今日のじゃあ目標にしよう。一日目は要素の策をだけちゃんと分かるようにしようか。あ、そういうことなのか。具体例もある程度分かったと。じゃあ次は道義の策を。明日はじゃあ道義の策をやろう。っていうふうに、ちっちゃな階段を作ることによって、実は大きな壁を乗り越えることができるわけなんですね。今言った内容だけでも、こんだけの壁を、ここまでの壁を乗り越えたわけですよ。一回これをバーンって乗り越えるってなったら、おそらくね、もう高い壁すぎて、あ、もう無理だって諦めちゃうんですよね、人って。権利関係っていうね、大きな壁があって、それをバーンって見てしまうと、もうこんなもん分かるわけないじゃんってなるんですよ。私も初めなりました。でも、初めはそうかもしれないけども、じゃあちょっとずつね、分かんない部分を分かるようにしていこう。一つ一つ一問一問クリアにしていく。分からない部分を分かるように勉強していく。分かんなかったら調べてみる。で、やっていくと、一日一日はね、ちっちゃな階段だから、ほとんど上がったかね、現状維持なのかあんまり分かんないんですよ。ただ、これを、1、2、3、4、5、6とね、
まあ、1週間7だったら7ですよ。すると、意外と振り返ってみると、あ、1週間でこんなに勉強できたのか。1ヶ月だったらもっと勉強できてるわけですよ。だって今パッとね、じゃあ1ヶ月後って、なかなか見えづらいんですよ。それは、1ヶ月後経った時に振り返ってみたら、あ、意外と勉強できたなって思えるんで、あまりね、非常に先のことを見るんじゃなくて、今日1日とか、この1週間っていうちっちゃな計画の中で、段階を自分の中で考えて、じゃあこの1週間で、制限行為能力者だけでもちゃんと分かるようにしとこう。じゃあそのために、じゃあ1日あたり、未成年者で2日やってとかね、成年非行権人で2日やって、みたいな感じで細かい段階、計画を立てて、それを粛々とやっていくと。まあ、いうふうな感じで、計画を立てて、階段を登っていくことをお勧めします。いきなりバーンと大きな壁っていうのは人はね、まず無理ですし、まずやる気なくしちゃうんですよ。だから、そうならないためにも、ちっちゃな目標、ちっちゃな壁を作って、あ、今日できた。よく頑張った。で、明日も、あ、今日もできた。今日もよく頑張った。っていった感じで積み重ねていくってことをお勧めします。まあ、宅建試験自体今1年間とかね、半年とかって言って長い期間勉強を続けるので、その間ずっと勉強を毎日毎日休みなくやるっていうのはまずね、人である以上難しいと思うんですね。なんで、まあ、都度休憩、休みの日を入れていくっていうのも全然いいと思います。ずっとやっていって、ああ、ちょっともう今日やりたくねえなっていう時は、もう休んじゃう。その代わり、いつから勉強開始するかっていうのはもう事前に決めておく。これはね、絶対やっていきましょう。これやらなかったら本当にダラダラずっと休んじゃうんで。二日、そうですね、長くても一週間ですね、休み。一週間ちょっと長いかな。一週間ちょっと長いですね。まあ三日とかぐらいで、長くて三日ぐらいで収めて、その間はもう休んでいい。好きなことやる。その代わり四日目からちゃんと勉強開始する。これをちゃんとスケジュール帳に書いておく。予定表の中に組み込んでおく。ってことをぜひ、行ってみてください。効率的な勉強して、短期間で無駄なく楽に合格したいあなたへ。レトスは個別指導を行っております。ぜひ今すぐ下の概要欄から詳細をご覧ください。またチャンネル登録や毎日3問過去問を分かりやすく解説したメルマガも下から無料でご登録いただけます。試験勉強に役立てて次の試験で絶対宅建合格しましょう。